け、アニメイジング。救いたい。本当に救いたいんだ。4人はそれぞれ嘘をつく。ということで、4人はそれぞれ嘘をつく。略称、ヨニゾレというアニメについて、まぁ、ちょっと語っていこうかなと思います。味を占めてますね。はい。で、このヨニゾレなんですけど、2020年から、まぁ、別冊少年マガジンで連載してて、まぁ、期間に2巻っていう、まぁ、結構早い段階の作品で、まぁ、なんかもう最初からアニメ化決まってたような感じはするんですけど、まぁ、それはそれとして、まぁ、講談社らしいですよね。うん、まぁ、別にいいと思います。一応、学園4コマなんですけど、まぁ、この学園4コマ、宇宙人のロリ大佐のリッカちゃんと、抜け人のお嬢様のチオちゃんと、まあ、女の子の心を読めるメガネサイキックの関根と、そして男の娘の翼の仲良し4人組のなんかドタバタコメディって感じですね。はい。まあ、この4人ぞれに関しては、スタジオフラットっていう会社がやってるんだけど、まあ、ここの星野監督が、1年前に真の仲間っていう、追放系のアニメやってて、まあ、それが低予算はまるっきりなんですけど、ワンクールで区切りついてて、まあ、アニメとしてかなり良作だったんですよ。本当に今でもおすすめするし。まあ、その監督がやってるってことで、まあ、応援したいなって思ってました。まあ、今期は結構名作が多いから、まあ、埋もれやすいと思うんですけど、まあ、それでとりあえずこういう作品もありますよって話です。で、宇宙人、抜け人、サイキック、男の仲良し4人組が、まあ、ギャグやったり、日常をしたりとかするドタバタアニメなんですよ。はい。まあ、原作が4コマなんだけど、まあ、テンポ的にはちょっと緩い感じはするけど、まあ、なんかこう、懐かしい雰囲気がありますね。はい。なんかこう、まあ、日常系の雰囲気といいますか、まあ、こういうなんかノリっていいですよね。まあ、懐かしい感じします。2000年代から2010年代に結構あった、まあ、軽い作品ですね。はい。まあ、なんか、春日のパロディって言われてますけど、鈴宮春日ね。うん、まあ、それはそれとしてやっぱ雰囲気としていいかなと思います。まあ、サイキックの関根さんが、桜あやねるさんなんですよ。まあ、この人のツッコミが面白いなって思う。うん。あ、まあ、ロリに宇宙人と落第、なんか清楚な忍者もなんか雰囲気いいし、まあ、ハーレムだけど、ハーレムだと思ってない、主人公も、男の娘もいい感じですね。はい。安心感ありますね。土曜日深夜じゃなければですね。まあ、なんか土曜日深夜なんですよ、これ。今季いっぱいあるから。でも、こう、なんか D アニメストアとかアマプラとかだと、まあ火曜日深夜に更新されるらしいので、まあこっちで見たいですね。はい。結構土曜日はきついです。はい。高級のカラスとかにも言えるけど、無理に土曜日深夜に見なく、日曜日に見なくていいと思うんですよ。うん。まあこの辺に関しては自分の中でどういう風にペースで見ていくのかっていうことを決めていくのがいいんじゃないかなと思います。ということで、ヨニゾレ、まあとりあえず結構、マイナーな感じの作品ではあるけど、あ、でも実際見てみたらドタバタコメディなので結構面白いと思います。まあ、こういうアニメ懐かしいよねって思います。うん。まあ、ちょっとこういう感じがありますよってことを、まあ、伝えることで少しでも救いたいなって思いました。まあ、それはそれとして、アニメイジングというアニメの枠の話します。これね、テレビ朝日さんの枠で、まあ、2020年からやってて、なんか B 級だけどなんか憎めない系のアニメやってるんですよ。まあ、岩かけるから始まって、SK8、美少年探偵団、ジャヒー様、クロイツさん、四季森さん、最近雇ったリスビウスが怪しい、そして今期のヨニゾレと、まあ、来月は平均値の作者さんが書いた老後に備えて金貨貯めるナロ系やるんですよ。うん、こっちもなかなか、まあ、今日っぽいですね、アニメージングでやってると。なんかこう、ピリッとしない枠だなって正直思うんですけど、アニメージングで。でもね、ジャヒー様とか四季森さんとかは、まあ誰になんて言われても好きです。うん。逆に宣伝がそんなにないから、なんか、ピュアな感じしますよね。クロイツさんも作画は確かに後半息切れしたけど、あれはあれで面白かったし、頑張ってたし、なんか憎めないですよね。でもなんか、枠編成の枠で、なんか特別番組とかの犠牲になるらしいんですよ。それがなんかちょっと残念かなと思う。まあ、この4人ぞれもなんかスタートダッシュで出遅れた感じすごくあるし、なんかもったいない感じするんですよね。うん、でも、アニメイジングの枠ってなんか憎めない感じするから、まあ、この辺とか押さえておきたいなって思いました。はい。ということで、4人ぞれ、まあ、結構、まあ、見てて楽しいと思うので、まあ、そういう話でした。以上です。